部長です。紬だよ。さてここからまた頑張ろう。あと半分といったところだからな。これでボスの手前ぐらいまで行けたらいいな。それが理想だな。ここ降りたら戻ってこれるかな。大丈夫だな。ここも大丈夫。で、左下、ボスのマーク。確かにそれっぽいな。ここで来るとは想定してなかったな。タイミングが悪い。何が？料理の効果が切れちゃってるし。まあいいか。アイテムが持てなくなってるな。ポーションは上限まで持っちゃってるから。まあいいや、行こう。あれは、生存者。あのでかいやつがボスのようだな。この攻撃なら。また新客からの召喚。範囲を把握しないとだね。やれそうではあるけど。もらうダメージがやはり増えてきてるな。そこが気になる。天井からトゲを落としてくる。ちゃんと見ればかわせそうではある。もう半分削られた。マポーションの頑張りやるし大丈夫。なかなか削れないな。ボス自体の体力、防御力もやっぱり増えてんな。危なっ。確実に行くか。 MP まで。半分いったな。シールドブレイクもマジか。気持ち悪い動きしてきたな。これは狙ってる。よし。なんか回復も早くなってるから。あまり削れなかったね。またか。来ても不思議ではないぞ。パターンを増やしてくる感じだしね。さすがにまずい。今回はポーションでいい。ちょっと他のメンバーの攻撃力考えると、でそれでもきつそうではあるな。マッポーション使い続けたらいけると思うけど。やば。エルザに切り替えたか。ここで貧乏症が出ちゃった。ポーションも使いたくないか。まだこの先どれだけ続くかわからないし。まあここだな。削れるだけ削らないと。残りこれなら大丈夫だろう。まあやられることはないと思うけど。もったいないな。もこっちの攻撃でひるんでくれないから。ちょ、やば。シアラで行くか。勇敢なお嬢さん方、助立ちに感謝する。俺はドンブレイカーの戦士長、シュンウ。同じくエンリュウだ。ありがとな。あなた方の名前を教えてくれないか。ぜひ恩返しをさせてくれ。冒険小隊シャワー、あ、じゃない。シャドウランナーの隊長、エルザよ。同じくシャドウランナーの副隊長、シアラですわ。シャドウランナーの隊員、ニーナ。
ふなるほど、エルザ隊長殿とそのお仲間か。先ほどおかげで助かった。ぜひ我々の偉大なる指導者に会っていただきたい。俺たちの所属するドーンブレイカーを率いる方だ。ついてきてくれ。この荒れ果てた世界にもまだ見ぬ奇跡があることを教えてやろう。危険な世界で生き残るのはさぞ大変だったでしょうね。お邪魔じゃなければ喜んで同行するわ。シャドウランナーがここで出てくるとはな。前の会話はその布石だったか。で、次の目的地が表示されたな。そこは一気に行きたいところ。左からは無理だな。そしてここはショートカットか。ここに戻ってきてもという感じもするが、まあセーブポイントのためくらい。雑魚も倒すの一苦労だな。前から変わってないけどね。宝箱か。スキル。シアラのだな。ガトリングか。ほとんど使ってないからなんともだな。いずれ使う日が来るかもしれないからな。マスキルも集めておいて損はないね。よし、あとは下だ。目的地もあと少しだ。このままついちゃう。シュンをエンリュー戻ったか。怪我はないな。じいさん、あの巨人はやっつけたぜ。やりよるな。この女子たちは。おいジジイ、変な気起こすなよ。俺たちを助けてくれた命の恩人さ。これからギルロス様に会いに行くんだ。おお、そうかそうか。じいさんの目が怪しかったな。ところどころそういう演出入るね。議長様、本当に議長様なのですか。そうとも、我が同胞よ。私はかつてアーム連合帝国の議長だった。だが帝国はもう存在しない。君たちも帝国の臣民であったはずだ。今や我々はこの危険に満ちた大地のちっぽけな生存者に過ぎん。同胞たちよ、ドーンブレーカーへようこそ。我らはここで生き延び、そして新たな光を迎える。ギルロス様は偉大なる帝国のリーダーよ。
先帝の暴政を終わらせ、他の国との同盟を結び、アームに平和と繁栄をもたらしたお方。思った通り、これだけの生存者を引き連れ茨の世界を生き延びられるなんてただものだとは思えませんもの。繁栄の根を再び下ろすことは愚か。すでに私の手中で枯れ始めてはいるがね。春雨たちに話は聞いている。冒険小隊シャドーランナーのエルザ隊長だね。はい、私がエルザです。君たちシャドーランナーの能力は非凡だそうだな。なぜ荒れ果てた辺境の地に？辺境エリアでの活動がメインですから。生存者を探し、弱きを助け、帝国が滅んだ原因を探す、それが私たちの使命です。なるほどな。我々の目的は一致しているようだ。君たちの勇気と決意には敬服するぞ。我々の陣営に加われば、その使命の達成を手助けしよう。どこかに所属するつもりはありません。お気持ちだけ受け取っておきましょう。こちらにはこちらの目的と信念がございますから。けれど、有用な情報をご提供いただけるのなら、協力し合うことは可能です。いいだろう。君は賢いな、エルザ君。帝国が滅んだ理由について何を知っている？グール族が関係しているかもしれませんね。ただ、奴らはどこかに封印されていたはずです。驚いたな。そこまで調べ上げているとは。どこから得た情報だ？申し上げられません。企業秘密ですので。それで、そちらからの情報は？君たちは厄災の女が誰だか知っているかね？いいえ、初めて聞く名です。かつてアームの魔導研究員に勤めていた女だ。天罰が起きる前まで彼女は長きにわたりグール族と接触していた。にわかには信じられませんね。それを知った我々は彼女を捕らえようとした。だが私はその戦いで心臓を失った。心臓なしで生きていられるんですか？とっさに構築魔法でスペアを作り出したのだよ。そのせいで大量の魔力を失ったがね。先は長くないだろう。たくましいお方。心臓をなくした状態でよく組織を率いられたものです。この命燃え尽きようとも、帝国の雪辱は果たすつもりだ。今度こそ厄災の女を捕らえてやる。それで私たちは何をすれば？グール族のいる場所、そしてその封印を解く方法を教えよう。一つ質問です。グール族が封印されていたなら、その厄災の女はどうやって奴らと接触を？奴は短距離のテレポート魔法を習得している。数十メートルの距離ならば一瞬だ。テレポーターなしで異次元空間へ移動することもできる。つまり封印された異空間に自由に出入りできるわけか。その通り。君たちには封印を解き、グール族の領地に入ってもらう。先ほど倒した巨人の女から特殊な目玉が手に入っただろう。これですね。そうだ。それはサイクロプスの瞳と呼ばれ、封印を解くのに必要な道具なのだ。すでに動き始めていたわけですね。もちろんだとも。ここへ何をしに来たと思っている？残るアイテムは3つ。水晶のドクロ、失われた王冠、そして創生の剣だ。どれもこの古城深くに隠されているという。それらを集めれば扉の封印は解かれる。君たちのお手並み拝見と行こう。わかりました。今すぐ探しに向かいます。よろしい。報告を楽しみにしているぞ。なんか一方的に使われてないか？危ないのは全部こっちみたいな。待ってくれ、恩人殿。どうかしたの？こんなものしかないが、どうか役立ててくれ。
ありがとう。使わせてもらうわ。大したものではないな。まあお金は悪くないかな。そういや戻るのか。左をちゃんと確認しておこうと思って。ここまでで十分か。トイライマーク。この依頼はまっすぐに達成できたシーンじゃない。さっきから黙ってるけど何か思い出せた？妙な気分だぜ。